魔女の家で見た夢。その夜は二人とも眠れず、次の日は一緒に講義をサボってうつらうつらしていた。これは4月30日のことで、白母と共に全ての外国人と迷信家の年寄りが恐れる地獄のサバトの国がやってくるのだ。マズレビチは6時に帰宅し、製粉所で働く人たちの間ではワルプルギッスの大宴会がメドウヒルの向こうの暗い谷で開かれるらしいという噂が流れていると言った。その谷には古くて白い石があり、不可思議にもその周りには草木が生えないのだ。そのうち何人かは警察にまで話を持ちかけ、その谷のところで行方不明になった和玲子の子供を探してみてはどうかと進言してきさえしたが、誰もが妄動しようもなくなっているだろうと考えていた。ジョーは哀れな若い紳士にニッケルの鎖のついたクロスを身につけるようしきりに勧め、ギルマンは彼の機嫌を取るためそれをかけてシャツの中に入れた。その夜、二人の若者は一階下の食器修理人が唱える祈りの文句を子守歌に、うとうとしながら椅子に座っていた。頭をこっくりこっくりさせながらも、ギルマンの超自然的に研ぎ澄まされた聴覚は、この古屋敷の物音の背後にかすかな恐怖のうめきを聞き取っていた。ネクロノミコンと黒の本に書かれた者どものことが病的に思い出され、我知らず極めて不愉快な律動に合わせて身体を揺り動かしていたのだ。その律動はサバトの最暗黒の祭儀につきものであると言われ、その起源は我々に把握することができる時空の外側にある。今や自分が何を耳にしているのか分かった。遠くの暗い谷で賛美者どもが歌っている地獄の声だ。どうして彼はそいつらが期待しているものをこんなにも知っているのだ。どうして彼にナハブと彼女の司祭が並々とした鉢を支え、クローンドリとクロヤギに引き続く時がいつか分かるのだ。エルウッドが寝てしまったのを見た彼は声をかけて起こそうとした。何者かが、しかしながら、彼の喉を閉めた。彼は自分で自分をどうすることもできなかった。とどのつまり、例の黒の男の本に署名してしまったのだろうか？その時かの熱に浮かされた異常な聴覚は遠くから風に運ばれてきた音を捉えた。何キロも先から丘を、脳を、工事を越えてそれらはやってきたのだが、とにかく彼には分かった。サーカガリビが刺され踊り師たちが動き始めるべき時が来た。どうして行かないでいられる？彼を罠にかけたのは何者だ？数学、伝承、屋敷、老女家財や、ブラウン・ジェンキン。今彼は見た。真新しいネズミ穴が自分のネイス近くの壁にできていることを。遠くの栄翔と城。マズレビチの祈祷の声にかぶさってもう一つの音が聞こえてきた。仕切りの中の忍びやかな、決然たる音が。伝統が消えなければいいのだが。そして彼はネズミ穴に見たのだ。牙のある小さな髭面を、呪われた小さな顔が何に似ているかやっとわかった。ショッキングな馬鹿にするような類似性があったのだ。老女家財屋と、そこにドアをぎこちなくいじくるかすかな気配がした。叫びを上げる黄昏の深淵が目の前で一閃し、ぐにゃぐにゃとした玉虫色の泡の収束に抱きすくめられた彼を無力感が襲った。前を走るのは小さな、万華鏡のような多面体。激しく泡立つ虚空全体を通じて曖昧な音のパターンが高まり動きを増し、何か言い表しようがなく耐え難いクライマックスを予告していた。何が来ようとしているのか、彼には分かっているようだった。マシー・ワルプルギッスのリズムの炸裂、その宇宙的音色の中には原初の、究極の上乱があり、質量を持つ諸物質圏の背後に横たわったかと思えば、時として韻律正しい反響となって存在の前奏をおずおずと通り抜け、ある恐怖の機関の持つましい重要性を諸世界に触れて回るのだ。だが、これはすべて一瞬で消えた。彼は再び狭苦しくスミレ色に光る尖った空間にいた。床は傾斜し、低い棚に古い本が詰まり、長椅子とテーブルがあり、奇妙な物体が置かれ、一方に三角形の深淵があった。テーブルの上に小さな白い姿が転がっていて、
裸にされ気を失った幼い男の子だった。その反対側には目つきの悪いおぞましい老女が、右手にグロテスクな絵のあるナイフを光らせ、左手には奇妙な常勤装飾で覆われ両側に繊細な取っ手を持つプロポーションの狂った青白い金属製の鉢を持っていた。老女は陰気なしわがれ声で細文を唱え、その言葉はギルマンの知らない言語だったが、ネクロノミコンの中におずおずと引用されていたものに似ていた。情景が鮮明になるにつれ、古の老婆が前鏡になって空の鉢をテーブルの上に差し出すのが見え、彼は自分自身の情動をコントロールできないまま、ずっと前に出るとその鉢を両手に取り、見かけよりずっと軽いのに気づいた。それと同時に吐き気を催すようなブラウン・ジェンキンの姿が左側にある三角形の黒い深淵の縁を越えて飛び出してきた。今、老婆は彼に鉢を一定の位置に保つよう身振りで指示すると、大きくてグロテスクなナイフを持つ右手を小さな白い犠牲者の上で目いっぱい振り上げた。老婆がしわがれ声で胸のムカつくを唱える間、牙のある毛皮野郎はクスクス笑いながら未知の儀式の続きを待っていた。身をかじられるかのような痛切な嫌悪感が精神と情動の麻痺状態を打ち抜き、軽い金属の鉢が手の中で揺れた。次の瞬間、振り下ろされるナイフの動きが呪文を完全に破った。彼は忌まわしの所業をやめさせるため狂ったように両手を伸ばし、落ちた鉢が鐘のような音を何度も響かせた。直ちに彼は傾いた床を駆け上がってテーブルの反対側に回り老女の鍵爪からナイフをねじり取ると、狭い三角形の深淵の縁に向かって放った。だが、次の瞬間形勢は逆転し、K の周りを凶悪な鍵爪が取り巻いてぐいぐい締め上げ、しわくちゃな顔が狂った怒りに歪んだ。安物のクロスの鎖が首に食い込むのを感じ、危機に瀕した彼は、ある物体を見るということ自体が邪悪な奴にどんな効果があるのだろうと思った。老女の力は全く超人的だったが、首を絞められている間、彼は弱々しくシャツの中に手を突っ込み、金属製のシンボルを取り出して鎖から引きちぎった。魔女は卓形像を見てパニックに襲われたようで、首を締め上げる腕の力が緩み、ギルマンが完全に逃れるだけの隙ができた。首から鋼鉄のような鍵爪を引き剥がし、もし鍵爪に再び力がこもってこないようなら、老女を霊の深淵の縁まで引きずっていこうと思っていたのだ。彼はここでは同じ方法でやり返すことに決め、両手を化け物の首に伸ばした。彼が何をしようとしているのか老女が見て取った時には、その首にクロスの鎖が巻きついていて、次の瞬間、彼はその鎖を老女が息の根を止めるまできつく縛り上げた。老女が断末魔の苦しみにもだえている間、何かがかかとに噛みつくのを感じ、それは老女を助けに来たブラウン・ジェンキンだったのだ。荒っぽい蹴りを一発見舞うと、病的な野郎は深淵の縁の向こうへと送り込まれ、そいつがしくしく泣く声がずっと下の方で聞こえた。古の老女を殺してしまったのかはわからなかったが、彼は床に倒れた老女をそのまま静かに放っておいた。そこでテーブルの方を振り向くと、彼は自分の理性の最後の糸をぶった切ってしまうほどの光景を見た。老女が蚊の刑を締め上げている間に、ブラウン・ジェンキン、精力王逸にして悪魔のごとく器用な四つの小さな手を持つ奴が忙しく立ち働いていて、蚊の努力は無駄になった。胸を狙うナイフをとどめることはできたが、その代わりを手首を狙う毛皮を着た。上車の黄色い牙が務めたのだ。そしてついに鉢は満ちて床に立ち、脇には生命を失った小さな体があった。潜望状態の夢の中、ギルマンには無限の彼方から流れてくる地獄めいた異界の律動を持つサバとの詠唱が聞こえ、黒の男がそこにいるに違いないと思った。研究してきた数学と記憶とが混然となり、彼は信じていた。初めて自分だけで誰の助けも借りずに聖常世界に戻ることになるのだが、自分自身の無意識の精神がそのために必要な諸角度を知っていると。間違いなく自分がいる場所は自分の部屋のすぐ上にある遠い昔に封印されたロフトだと感じて吐いたものの、
傾いた床や長い間閉ざされたされたままの出口から逃げ出せるかというと、甚だ心もとなかった。加えて、夢のロフトから脱出しても、それでは夢の家、本当に行こうとしている場所の異常な投影、に行き着くだけではないのか。彼は自分の体験全体の中で、夢と現実との間の関係がどうなっているのか完全に迷ってしまっていた。ワルプルギスの律動に揺れるぼんやりした深淵を通り抜けるのは恐ろしかろうし、死ぬほど彼が恐れる。これまで隠されてきた宇宙の鼓動を聞いてしまうことにもなろう。現在ですら、そういったテンポをあまりにもはっきりと匂わす低くおぞましい振動を感じ取ることができるのに、その振動はサバトの時にはいつでも増長し、諸世界に浸透し名状しがたい儀式への参入を呼び招くのだ。かすかに漏れ聞こえるこの鼓動が全空間に充満している様子は地上の耳にとって耐え難いものなのだが、サバトの詠唱の半分はそのような鼓動に基づくパターンを持っていた。またギルマンは、宇宙の中の正しい部分に変えるにあたって、自分の本能を信じていいのかといぶかしんでいた。遠い惑星の例の緑の丘の麓に降りてしまうのではないか？あるいはどこか銀河の向こうにある、触手の生えた怪物たちの都市を見下ろす手すり付けテラスに出てしまうのではないか？あるいは、かの究極の空に渦巻く暗黒の螺旋の中へと、その究極の空たる混沌を滑る者こそ、心を持たぬ魔王アザトースなのだ。飛び出そうとする寸前、かのスミレ色の光が消え、彼は完全な暗黒の中に取り残された。魔女、ローケザイア、ナハブ。それはその女の死を意味しているに違いない。そして遠くのサバトの詠唱や下の深淵でクンクン泣いているブラウンジェンキンの声に混ざって、未知の深みからもう一つの、より一層取り乱した哀れっぽい意が聞こえてくる気がした。ジョーマズレビチ。ハイヨル混沌に対抗する祈りが、今や不可解な勝利の叫びに変わりつつある。熱にうなされた夢に悪影響を及ぼす霊障的な現実世界。いや、シュブ、ニグラッス、千の子をはらめるヤギ。ギルマンが彼自身の奇妙な角のある古い屋根裏部屋で見つかったのは、夜明けまでまだ覆いたある自分だった。恐ろしい叫び声を聞いたデロシェール、チョインスキ、ドンブロウスキ、マズレビチがすぐに駆けつけ、椅子の中ですやすやと眠っていたエルウッドすら目を覚ました。彼は生きていて、両目をカッと見開きほとんど意識がなかった。喉には凶悪な薬痕があり、左足首には痛そうなネズミの紙痕があった。服はシワクチャでジョーのクロスはどこかに行ってしまっていた。エルウッドは震え上がり、友人の無遊病が今度はどんな形を取ることになったのか、想像しようとさえしなかった。マズレビチは朦朧としているようで、祈りに応えてある、印、が現れたとか言って、傾いた仕切り板の裏側から一匹のドブネズミのキーキーキューキューいう鳴き声が聞こえたとき、狂ったように十字を切った。彼らは夢みじんをエルウッドの部屋の長椅子に寝かすと、医者のマルコブスキを呼びに行き、地元の開業医で、口が固く、おかしな場所でまずいことをばらす心配がなかった。医者の打った2本の皮下注射でギルマンの緊張は解け自然な眠りのようなものに落ち着いていった。昼の間時々患者は意識を回復し、最も新しい夢の話を囁いてはエルウッドを混乱させた。経過は痛々しく、最初の最初から新たな、不安な事実を明らかにしたのだ。ギルマン、最近まで異常に鋭敏な耳を持っていた、は今では老者だった。またしても急いで往診に来たマルコブスキ先生は、エルウッドに、両耳の鼓膜が破れていると告げた。人間の知覚が耐えうる限度を超えた何か途方もなく強い音の衝撃を受けたかのように。この数時間の間にそんな大音響がして、それでもミスカトニック渓谷の全員が目を覚まさなかったなどということがあり得るのか。そんな質問は正直な意思に答えられる範囲を超えていた。エルウッドが自分の方の話を筆談にしたので、だいぶ容易に会話を続けることができた。このぐちゃぐちゃになった事態をどうしたらいいか両人とも計りかね、
それについて考えなければ考えないほどいいのだということにした。それでも、二人とも手配ができ次第、できるだけ早くこの呪われた古屋敷を立ち去るべきだという点では一致した。長官は、夜明け前に警察がメドウヒルの先の谷まで騒いでいた怒れ者どもへの手入れを行ったと報じており、そこにある白い石について、大昔から迷信の対象になっていたと説明していた。お縄になった者こそいなかったが、尻尾を巻いて逃亡した中に図体の大きな黒人を見かけた。別の囲み記事には、行方不明の子供ラビスラスワレーコの手がかりは発見されなかったと述べられていた。ハイヨル恐怖が襲ったのはまさにその夜のことだった。エルウッドはどうしてもそれを忘れることができず、そのため神経が切れてしまい、学期末までの間大学から離れることを強いられた。一晩中仕切り番の中でドブネズミどもの物音がしていたようだったが、彼はほとんどそれに注意を払わなかった。彼とギルマンが寝てからだいぶ時間が経って、残忍極まる金切り声が始まった。エルウッドは跳ね起き、明かりをつけ客人の長椅子へと急行した。そこに寝ていた人物は、実に人のものならぬ正常の音を発していた。まるで言語道断な拷問にでもかけられているかのように、彼は寝具の下で身もだえしており、毛布の上に大きなシミが広がりつつあった。エルウッドには到底彼に触る勇気がなかったが、叫びと身もだえは次第に収まっていった。この時、ドンブロウスキ、チョインスキ、デロシェール、マズレビチ、および最上階のタナコたちが全員ドヤドヤと戸口に集まってきて、大家は妻を家に帰らせ、電話でマルコブスキ先生を呼んでくれと言った。突然、朱に染まった寝具の下から大きなドブネズミっぽい姿が飛び出した時、全員が震え上がった。そいつは慌てて床を横切り、そばにあった出来たての穴へと逃げ込んだ。医者が到着しその恐ろしい掛け物を剥ぐと、ウォルター・ギルマンは死んでいた。何がギルマンを死に至らしめたのか。示唆する以上のことをなすのは野蛮と言うべきだろう。身体にはほとんどトンネルと言っていいものが開いていた。何かが蚊の心臓を食い尽くしたのだ。猫いらずが無駄だったことに反狂乱になったドンブロウスキは、ここを貸し出そうという考えをきっぱりと捨て、一週間のうちに昔からの棚子ともどもオルナット街にあるみすぼらしいがもうちょっと新しい家に引っ越してしまった。とりあえず一番厄介だったのはジョーマズレビチを黙らせておくことだった。薄気味悪い食器修理人は酒抜きでいられず、始終勇気や恐怖のことごとをめそめそぶつぶつとつぶやき続けていたからである。どうやらジョーはこのましい最後の夜、鏡込んでシンクのネズミの跡をギルマンの長椅子から近くの穴までたどったらしい。カーペットの上では大変見分けづらかったのだが、カーペットの縁と幅この間に床がむき出しになった部分があった。マズレビチはそこで何か見にくかいなものを発見した。あるいは発見したと思った。というのも、足跡が奇妙だという点は疑いないにせよ。他の点で彼に完全に同意できるものはいなかったからだ。足跡がそんじょそこらのドブネズミのものとはまるで違っていたのはいいとして、チョインスキやデロシェールですら認めるものか。それが四つの小さな人間の手みたいだったなどと。屋敷が再び貸し屋に出されることはなかった。ドンブロウスキが出ていくや否や、棺桶に覆いをかけるように最終的な荒廃が訪れ始めた。古くからの嫌悪感に加え、新たなひどい悪臭のために人々がそれに近寄らなくなったからだ。その場所が元の大家の退去からほどなくして近所の鼻つまみ物になったところを見ると、彼が仕掛けた猫いらずが結局は効いたのだろう。保健所の係員が悪臭の元をたどると、東側の屋根裏部屋の上部から側面にかけての密閉空間が元凶であり、よほど多数のドブネズミが死んでいるに違いないということになった。だが彼らは、わざわざ長いこと閉鎖されていた空間を無理やり開けて消毒しても無駄だと考えた。どうせ悪臭は時期になくなるだろうし、清潔な衛生環境を整えようと思わせるような地域ではなかったからだ。
実際、五月祭の宵祭り夜晩聖節の直後になるとその魔女屋敷の上の方の階で、どういうわけか悪臭がするというぼんやりした地元の噂が絶えることはなかった。近隣の住民は惰性に従って生きているようなものだったのだが、それにもかかわらず悪臭はその場所を一層嫌う理由となったのだ。しまいには査察官から居住に適さずという住宅としての死刑判決が下された。ギルマンの夢と付随する状況は説明されずに終わった。エルウッドは出来事全般についてほとんど気違いじみた考えを持っていたのだが、次の秋に復学し続く6月に卒業した。かの見るところ、町の怪談話はだいぶ減っており、実際、ギルマンの死後は、荒れ果てた屋敷から勇気じみたクスクス笑いが聞こえるという、建物自体と同じくらい昔から続く報告はあったものの、老女ケザイアやブラウン・ジェンキンが再度現れたという話が持ち上がることはもうなかった。後年、ある事件が勃発し地元にかつての恐怖の囁きが再燃したとき、エルウッドがアーカムにいなかったのはむしろ幸運と言うべきだろう。もちろん、彼は後からその件を耳にし、あれこれと暗い想像を巡らし言葉にできないほどの苦悩に苛まれたのだが、それですら近場にいて実際目にするよりはずっとマシというものである。1931年3月、空き家と化していた魔女屋敷の屋根と大煙突を暴風が襲い、ボロボロのレンガ、黒変しこけむしたこけらいた、虫食いだらけの厚板と胸木がロフトの上に崩れて下の階まで落ち込んだ。屋根裏階全体が上から降ってきた破片によって塞がってしまったが、弱体化した構造物が必然的に起こす徹底的な崩落以前には、誰も面倒なことになったものだとは思っていなかった。最後の段階が来たのはその年の12月。不安げな職人たちがいやいや昔のギルマンの部屋を片付けた時で、そこからゴシップが始まった。傾斜した古い天井を破って落ちてきたガラクタの中に、職人たちの手を止めさせ警察を呼びにやらせるいくつかのものが見つかった。次は警察が検視官と大学の教授を何人か呼ぶ番になった。骨があった。ひどく砕けバラバラになっていたが、明らかに人骨だと判断されるものだった。誰が見ても現代の骨で、それが隠れていたはずの場所と矛盾していた。それが出てきたのは頭上にあった傾斜した床の背の低いロフトからだとしか思えず、ずっと昔から閉ざされ誰にも入れなかった場所なのだ。検視官はその中に一人の幼児のものがあり、他には、茶色っぽいボロ布に混ざって、比較的小柄で腰の曲がった一人の高齢女性のものがあると鑑定した。クズを慎重に取り除けると、崩落に巻き込まれたドブネズミの小さな骨がたくさん見つかったが、それだけではなく、より古いドブネズミの骨があり、それらには小さい牙でかじられた形跡があって、折に触れて論議と考察等を大いにかき立てることになったのだ。他に見つかったのはぐちゃぐちゃになった多くの本と書類の断片で、さらに古い本と書類がバラバラになって生じた黄色っぽいクズと一緒だった。それらが扱っているのは例外なく黒魔術の中でも最も深奥を極めた恐るべき海底で、いくつかの項目に記された明らかに最近の日付は、現代の人骨同様未解決の謎となっている。もう一つのさらに大きな謎は一貫して現れるごちゃごちゃした古風な筆跡で、水でできたシミや紙の状態からすると、これらのメモは少なくとも150年の長きにわたって書かれているのに、最初から最後まで全く同一なのだ。だが、ある人々にとって何より大きい謎は、何とも説明のしょうがない多様な物体、形態、材質、工作技法、および目的が全く理解できないのだ。であって、それらは様々な破損状況を呈しつつ瓦礫の中に散在していた。その手のものの一つ、何人かのミスカトニック大の教授たちを痛く興奮させたのだが、はひどく破損した怪物像で、ギルマンが大学博物館に寄贈したいような像によく似ていた。ただしこちらは大型で、金属ではなく何か奇妙な青っぽい石からできていて、独特の角度を持つ台座があり、
そこには解読不能な象形文字があった。考古学者と人類学者は今でも潰れた軽金属製の鉢の表面に刻印された機械内証を説明しようと試み続けている。発見された時その内側にはまがまがしくも茶色っぽいシミが付着していた。外国人や信じやすいばあさんたちは一様に、ガラクタの中に鎖が切れた現代のニッケル製のクロスが見つかり、ジョー、マズレビチが震えながら自分が何年も前に哀れなギルマンに渡したものだと認めたという話をひたすらぺちゃくちゃ繰り返した。ドブネズミどもが閉ざされたロフトの中に引っ張っていったのだと信じる者もいたし、ギルマンの部屋のどこか隅にでも転がっていたのだろうと考える者もいた。だがジョーを含む他の者は、シラフではとても信じられないほどに褒章で幻想的な説を持っていた。ギルマンの部屋の傾いた仕切り壁を剥がしたとき、仕切り壁と建物本体の北の壁との間に密封されていた三角形の空間にあった構造材の破片が、空間が狭いことを考慮してもなお部屋自体と比べてはるかに少ないことが分かったのだが、解体業者はそこにより古くゾッとするようなものがなす層があるのを見て恐怖に凍りついた。一言で言えば、床はまさに一種の納骨堂と言ってよく、幼児の、ごく近年のものもあったが、それ以外はほぼ完全な崩壊状況にあるものにまで至るあらゆる時代を網羅していたのだ。この深い骨の層の上に明らかに古い時代の大型ナイフが落ちていて、グロテスクでどぎつい飾りがある異国風のデザインを持ち、構造材の破片が積み上がっていたのはさらにその上だった。これらの破片のただ中、落ちた交番と煙突が崩れてできた漆喰止めのレンガの塊との間に、ある物体が挟まれていた。呪われた幽霊屋敷の中から発見された何にも増してこの物体が、アーカムにおいて一層当惑した、恐怖を影に宿した、迷信であることを隠しもしない会話の元になったのだ。その物体というのは部分的に損壊した骨格で、大柄で病気に侵されたドブネズミのものだった。その奇形性は今なお比較解剖学会ミスカトニック支部会員のまで議論のもとになるし、結局は口ごもるもとにもなっているのだ。この骨格に関してはほとんどリークがないのだが、それを見つけた職人たちは声にショックをにじませて、それに付属していた長く茶色っぽい髪の毛のことを囁いている。噂によると、小さな手の骨は物を掴むのに適した。ドブネズミというよりは小型猿類に典型的な特徴を持っているという。一方で、獰猛な黄色い牙のある小さな頭蓋骨はこの上ない異常性を持っており、特定の角度から見ると人間の頭蓋骨を小型化しおぞましく退化させたパロディに見えてくる。この特進物に出くわした時、職人たちは怯えて十字を切ったのだが、後になって聖スタニスラス教会で感謝のろうそくを灯した。もう二度と甲高く幽霊じみたクスクス笑いを聞かずに済むような気がしたからである。缶。